はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。本日はですね、特別ゲストに来ていただいています。ご紹介しましょう、サンダー&大人のホビーチャンネルの皆さんです。いろいろと違う。あれサンダーカード&ホビーチャンネルだし。あ、違いましたっけ。じゃあちょっと自己紹介お願いします。はい、よっそれだ、サンダーだ、よろしくお願いします。おー、ここがクソデッキ製造工場か。僕です、よろしくお願いします。挨拶になってるから。はい、よろしくお願いします。ということで、サンダーさんたちに来ていただいたんですが、サンダーさんたちの方のチャンネルでもね、動画結構公開されているので、そちら見ていただいてからね、こちらのチャンネルに来ていただけると嬉しいなというふうに思っております。ということで、まあ、後半戦ということで、じゃあちょっとカジュアルデッキ対戦みたいな感じでね、サンダーさんの方ではちょっと、まあ、ちょっとしたガチデッキ対戦みたいな感じになってるんですけども、こちらではまあカジュアルデッキ対戦みたいな感じでやっていこうかなと思うんで、やっていきましょう。まずはサンダーさんからいきましょう。やろう。表が出た時は大抵バグかな。その代わり手札があのクソだから。なるほど。ではなるほど。じゃあまずは一旦挨拶から入ろうかな。マスターディール流の。おいや、なんもねえよ。すごい。なんもねえんだよ。え？あらあから入って。あら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 から入って。で、そんなパワー。まずは苦渋の決断ファーズで。勝ちに来てる？苦渋の決断の強化により、ね、俺はシャリの軍艦を墓地落とすぜ。あ、やべえ、寿司屋だ。そしてシャリの軍艦を手札に加えてもらうぜ。寿司屋だ。真相回転。そしてシャリの軍艦を召喚。効果発動。へい、お待ち。へい、お待ち。運命の旅路の効果によりドラッコバックを手札に加えさせていただくぜ。え、どういう絵面。あ、これですか。あのバイトです。あ、勇者バイトなんだ。はい。あ、やべえ、バイトが握ってる。さっきいじったらなんかあの入れるの忘れた。入れるの忘れたクリフォンライダー。まあいいや。え、グリフォンライダー入れるの忘れた。まあいいや、ドラッコバックをサーチさせてもらうぜ。そして白魚の軍艦の効果発動。白魚の軍艦はシャリの軍艦が存在する場合手札から特殊召喚をすることができるぜ。やばい、新しいネタ来た。いくら専門店だったんですが、一応このゲームなんとですね、この白魚の結果が来たことによって史上最強の寿司がね握るわけですよ。これ何、いきましょう。空母軍艦白魚型特務艦効果発動。来た、美味しそう。カードを1枚ドローし、そして手札に加えるのはこれ難しいな。まあでも1回これ効果、ちゃんとしたネタとシャリで作れば効果が得られる。そう。そして軍艦どころ回線を発動。何、お寿司屋来た。寿司屋回転来た。さあこのぐらいにで勘弁しといてやろう。あ、よかったね、グリフォン入れ忘れてて。グリフォン入れ忘れた。さっきなんかデッキじってたらグリフォン入れてなかった。やば、どうしよう。今ちなみにこの盤面は白魚型特務艦はフィールドゾーンに魔法カードが存在しているため効果では破壊されないぜ。おお。だからなんだかすごいな。ちょっとサンダーさんは一体何ヒーローデッキなんだ。確かにエアーマンがなんかぐるぐるめっちゃしてるな。じゃあとりあえず、ああ、今回線の効果読んでたのに。店とりあえず店破壊すんのやめろ。初手から店破壊すんのやめろって。台風により営業が営業妨害だろこれ。寿司食ったらライフポイント払うみたいな効果は書いてたのにな。営業妨害だろ。ドラコバックが戻ってくるんだよな。何なんだよ、アンデッド族だろ。何なんだドラコバックは。フィールドゾーンにカードがない。寿司屋消えたから何もやばい。こいつはマジで。やばい、こいつはマジでことが起きた。リリースの召喚条件も本当俺たちのために、ね、本当の召喚神はリリースするとウリア・ハモン・ラビエルのどれかが手札から召喚条件無視で出てくるよ効果を今発動してる状態。くぅ、はい、異物混入。この店ちょっと保健所呼ぶぞ。やばい、嫌だな、その寿司屋行きたくねえな。保健所案件やで。あ、でもゲームのデッキだったら特殊がそんなにねなさそうだね、うん、これは確かに異物混入だぞ。
リュウさんダメだよそんなの入れちゃやばいスラゲやばい向こう俺もドローするからお前もドローするってかくそなんでフィールドゾーンに あこれフィールド置いちゃったこれ強くなった強くなった効果では破壊されなかった。よし効果では破壊されなかった。出たな。でかいこれは。でもラビエルの攻撃力別にいいか。やばいです。ダメージが高いんだよお前は。あそうかドラコバックで戻せないのか失楽園の効果で。あ強失楽園。対象に取れないんでまあ失楽園自体をまあバウンスすることぐらいですかねできるとしたら。うんいやー勇者トークを破壊しておいた方がいいんじゃないの。そうだよね勇者破壊してドラコバックを消しておいた方が絶対良さげ。うんだがもうちょっと動いてもらってもうちょっと動いてくれてもいいんですよあれいやあれこれはあの勇者ぶっ殺しておいてあお客様バイトをぶっ殺しておいて お客様はちょっと食事していただかないと困りますそんなゴキブリ出てるところで食事はちょっとしたくないのこれはターンエンドですねお客様困りますねお客様ドローいやゲームはいいな豪快な効果だこれライフ回復でいいよあライフ回復ねオッケーいいでしょうまずはに来たのにまずは一旦ですね、まあ、とりあえず水使いだけ発動しましょうかまあ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 しゃあないしゃあないしゃあないで圧縮したいんですけど圧縮した後にこうしてゴキブリに触られたやつをね、はい、全部除外してそうですね、うん、はいそれを割引で出すとして、うん、なるほどダメージが確かに切り裂かれし闇来たおい切り裂かれし闇強い来た最強カードこれは切り裂かれし闇なんじゃないか切り裂かれし闇は戦闘破壊できるカードだぜそう戦闘破壊じゃない倍にする効果だよしすげえ強いそして切り裂かれし闇を発動さあ切り裂かれし闇切り裂かれんなアラメシアの儀を発動おまたバイトそれで、あ、いやでもトーク以外か。で、勇者トーク、そう、あの、これはあんまり関係ないんですね。ライフ回復。で、それって、強すぎだろ、あれか、マジで。そして、晴天の水使いの効果によって、勇者トークが存在している場合、自身を特殊召喚することができるぜ。あ、そんな効果ありましたね。確かにそんな隠された効果。え、お前エイスなんのバリ出ないくせに。おい、かわいいだろ、バトルベースに入るぜ。行け白岡の特殊艦の攻撃そして切り裂かれし闇の効果発動すげえ打点がアップするぜうおーピロ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 素材にしてればいいのそう素材にしてればいい通常モンスターが素材になっている場合あーデモンズめるわ縛られた最悪だじゃ止めるわお客様困りますねそんなことされては特に何もやることがねえ。ワイしかないぜ。200にはなんないの。くそ。ただあれですよ。切り裂かれし闇は相手から攻撃される場合でも発動しますから、ね。か相手力マップか。そっかそっか。はい。相手から攻撃される場合でも発動するため、奴はこのモンスター向けない。確かに。オネスト状態になる。ただクソラコモンスターが2体展開されてしまったらまずいな。とりあえず失楽。とりあえずまあ2ドローしてみるか。そうそれが強いのよ。とりあえずであこれでいいんじゃねえのおっと最強モンスター来た将来神召喚に成功するとラビエルとハモンとウリアのうちどれかの名前が記されたカードを手段に加えることができるなるほどリュウさんの説明が入ってきてくれるそんでアンダーさんは一切説明しないから一人でマスターディエルやってるみたいな感じのテンション、まあ、とりあえず買い物持ってくるかね、うん、いや最強カード来た買い物は墓地のなんかモンスターを蘇生できる効果を持っている買い物でもまた持ってこれる効果あるから墓地には今何もないから、うん、これ持ってくるんじゃないのこれおいややばい獣輪剣いややばい獣輪剣でやばいややばいやばいこれはお客さんまずいあのカードは全体攻撃効果を持っているやばいぞやばいゲーム終了のお知らせかもしれないお客様待ってえお客様ちょっと食事されないと困りますよ食事拒否やめてくださいこれでバイト殴ってるだけ、うん、ああアンクロの将来、召喚神の効果によってデッキからウリア、ハモン、ラビエルのどれかを一番手段に加えることができる、これによって、さらにコントの召喚神で召喚の条件を無視特殊召喚することもできるそう
だがその前に一応失楽の霹靂も張りーな強すぎる。そしてちなみにこの、覚醒の三ゲンマとかいうカードの効果によって、ゲンマモンスターが2種類以上の場合なんか相手のモンスターの効果全部スキドレインとかヤバすぎる効果持っている。スキドレ状態になる、ね、まずい終わった。あめっちゃ強い、揃ったら強いんだよ本当に。これでいいだろ、これバトルフェーズでいいだろこれ。まあでも言うてね、まだあれですから、ダメージキル耐えられますから。いや、ティカダに加えてるんだよな、やばいカード。いけ展開蹂躙剣、うわ全員に攻撃できる、8000絶対攻撃やめてくれ。やばすぎだろ、逃げろ勇者、勇者トークン逃げろ、勇者しれお客様くらえ。お客様ちょっと食事拒否が困りますよ、お客様全部強い。破壊え、もらった本当に発狂するような出来事来ましたんで。やめてよ、なんで俺の時いつもそんなの。みそさんならいいかなと思って、ガチでも発狂すると思いますけど、いいですか。え、先行これ、マジ、はい、これ先行、はい、え、マジで先行もらってんじゃん。いい、そうです。マジかよ。そうです、じゃあやるか。大きな神殿アズアー、なんだこれ。おお、なんだこのデッキ、なんだこのデッキ。おい、そしてカード1枚セットして大きな神殿の効果でそのターン即座に使うことができる。なるほど、ずるい。お邪魔パーティー、お邪魔。おお、何が起こる。自分のメインフェーズにお邪魔カード1枚手札に加えてその後1枚選んで墓地を送る。いや強え。そう、デッキから手札に加えるカードは、そう、なるほど、レッドは手札から展開してるんですよね。はいはいはい、そう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 、やばい、バカの稼がれる、まずい、これは揃っている、手札に来い、うお、スカリバイスターズを、え、なに。おい、手札には加えさせない、これは暗いって。これはやべえな、やば、よし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 、いや待てよ、いや、スカリバイエンドだ。マイスターで止める、すごっ、読んでたのか。シーザードロー、なるほど。弱え。カード、あいつ俺のやつを止めといて。なるほどな、貴様なかなかやるじゃないか。やることないな、ターンしろだ。何もやってないんだって。何もやってないんだよ。パーティーはこうやら、こうから。これで2回目。ユキウサギ発動。わあ。やめろって何も行われないデュエルが始まるじゃないか。あいつもしかして分かった、手札言われたかっけだな、あれバレた、全手札言われたっけだ、なんか自分で言われたこれ、最悪だ、バレたバレた、機械心とか持ってくればよかった、バレた。やばい、これは逆にもうビートダウンする。やばい、一番とビートダウンするのが一番良くないか。一番きつい選択肢を取られようとしている今俺。何もせずアタックだ。打点高い。おお、強いの来たな急に。1回、7回投げれば勝てる。いやー、やばいやばいやばい。急に強い。ゲラスで攻撃だ。やめろ。何が効果を発動するんだ。何もせずエンドだ。強い。いや、お邪魔パーでもお邪魔パーティーだけで2枚使ってるからね、手札。そうですね、まあちょっと、まあ、今日はこいつをセットしてターンスキルしてやろうかな。弱すぎワルターなんですけど相手。でもあのカード守備18ぐらいはあるんじゃないの。いや、そうだよね、確かに。ウサギとかレッド紹介しよう、レッド紹介しよう、効果使おう。ベラウトがベラウトがベラウトが召喚成功したら手札からお邪魔を攻撃表示得意召喚、よし、とりあえずまずは1回増殖数字を打つぜ。なにちなみにミスター知ってるか、手札誘発のみだと増殖数字引く方全部強いぜ。確かに確かに、そういう感じ、それはそう、増殖する字で引く方全部が強い。いや、しかし攻撃表示なんだよな、あのデッキ。これはでもまあ1回行くでしょ。なるほど、こいつでしょ、正気見えた、な、なに、ひどいわ。よし、こいつは、こいつはね、フィールドのマジックトラップカードを1枚ずつ対象としてそのカードを破壊することができる。もう王家の神殿はいらないから破壊しておこう、メイン2に。なるほどな、まあそのくらいは許しやるか、うん、よし、バトルウェイザー。しかしこれ雪うさぎセットの可能性が一番ある。
チハチあるんだよな、手札誘発娘たちね。残念でしたね、サヨシグですよ。サヨか。サヨってフィールドからも送れんの？サヨは送れないか。ってなると、サヨシグルですよ。これハリファイバーからラドンとかなる可能性結構出てきたな。始まっちゃうか。始まっちゃうか遊戯王。まあ、とりあえずこのカードは破壊しとこうかな。まあ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 法要ね。まあまあまあ、だってそれだったら。常時もう1枚使わせるもありだな。まさかなんと誰だ、左もあったスーパー大隊モンスター。竜ケース出た、めっちゃ強いやつ来た。はいはい、こいつは、このカードが効果モンスターとの戦闘で破壊されないと、自分のフィードに他の、他の効果モンスターが存在しない場合に、自分の墓地および自分フィードに表側表示存在する効果モンスター以外のモンスターの数まで相手フィードの効果モンスターを破壊。あー、お邪魔と相性がいいってことか。なるほど、はい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 、うん、まあ、今裏のモンスターしかいないから一体は破壊できる、うん、ゲロさせてくれ、二度と来るなよ貴様。やるな、これで26のモンスターを出せたっていうのがでかいな。これで一体でチキチキできるしちなみにこのデッキ26出されるとめっちゃきついですでしょうね、出る前に止める。でもめちゃ引かせてもいいんじゃないのか、言ったらなるほどね、同じカードは使えないわけだし、まあ確かにそう、うんうんうん、それは確かにそうだ。三四郎ずるぜ。あいつセットエンドしかせん。これもう召喚、召喚です、召喚。まあ俺も一様に厳しいが。なるほど。おお、出た。現場。ほう、六部集中。バトルだ。バトル、何？よし。反射ダメージを食らえ。わあ。何？治療の巣の効果は発動する。何？同時のモンスターをゲームから除外するとレベルを持つフィールド上のモンスター一体選んだが、何？何？すげえ。俺のフィース、俺のフィース桜が。いやー、リゼロメガダメージだ。通れ。しまちまと削っていってやるよ。くっそ。ゴーズとか入ってないよね。大丈夫だな。くっそ。あ、ゴーズとかの可能性もあるか。確かに。ああ、誘発だね、ゴーズも。言ったら、ちなみに入ってるか入ってないか教えてやろうぜ。入ってはいるぜ。やばい。入ってる。やばい。入ってはいるぜ。予告が挟まった。ねえだろ多分。使うことないっていうことは、なんだろうな。使うことねえだよマジで。どうしようこれ。冬桜、冬桜かよ。どうせ指定したところで。神カード来た。何？やばい強そう。やべ、六部衆2体いる。まずい。もう一回増殖ステージ打つ。いや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 、そんなカードもう見ねえや。使わねえからよ。ヤイチの声がそう。セットカード1枚を破壊することができる。あー、くそ。俺の無限法要が。まあ一応資料の巣はね、強すぎワロタです。強いな、ヤイチ。これヤイチが永遠にアドバンテージ稼いで勝てるだろう。そう、じゃあバトルだ。やべえ、次の龍拳の攻撃。ヤイチバリッツェ、ヤイチバリッツェって、やめろって。いけ、現場。くっそ、頼む、なんか回答カード来い。回答カード来い。そのデッキ回答カード来い。ゴミ来た、ゴミが来た。回答カードってなんだよ、そのデッキに置いて。勝つとかじゃなくて頑張ってゴーズ行かないと。それできた。これでこれちょっと様子見るか。なるほど、なんかあるから。まあ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 、お、なさそうだ。まあまあ、そんぐらい許したんじゃありましょう。反撃でも加えとくか。反撃しとは、うん。さらに、おばそう、突き上げの盾を打って、うおー、晴れだな、熱そう。なるほど、ここに打つ。あ、展開はあんまりね、させるとね。そうですね、確かに。じゃあマジで神カード来い、神引き来い。何があるんだよ、神カード、そのデッキ。うおー、俺の右手が光ってなる。お前を倒せと輝く叫ぶ、シャイニングストロー、グエッ。何もなさそうだな。ダメだったのか、ダメだったのか。ブイーン。バトルフェイズ全部裏だけど、バトルフェイズ行えない。敵からレベル2以下の戦術モンスターに対して特殊召喚すれば一人一人打っとくか。まさかまさかこれ引いたのか。グエーラーの登場。
リリースモード効果によって何らかのモンスターを特殊召喚していく。弱え弱え俺のターン弱えバトルフェイズだ。いけイゾルトの攻撃ドクうわゴーズはないエロリュウケセンダイレクトアタック。うわなんだったんだでは、プラネットパスファインダーを召喚。えあ、これヌービス効果発動。えリュウさん何ですか。えそして、史上最強のフィールド魔法を手札に加え、あ、やばいそのまま発動。リュウさん、リュウさん、ちょっと、やばい。カードを1枚セット。俺のモンスターが闇に染まってしまった。これでターンを終了するぜ。これは、なに、やばいクリティウスと来たら、あの、あれが入ってるのか。なるほど。やばい。これはまずいですよ、リュウさん。ご時世的にまずいかもしれないです。隠密忍法帳発動。隠密忍法帳一体の手札から忍者モンスター一体を墓地を食ってデッキから忍法帳。あーなるほどなるほど、はいはいはい、ありがとう。手札交換系の効果を発動する感じか。発動する墓地へ忍者を送り、この忍者の強化が来た。なるほど。 OCG の後を行くカード。そしてゴールドコンバージョンセット。なるほど、ゴールドコンバージョンセット。この忍法は読み飽きたのですぐ破壊する。これ手札交換ができたんですね。これ手札交換。そう、あ、来た。さらに俺は増援を発動。うわ強い。おお、これは強いじゃないか。しかもアクアが送られている。そう、これはお半蔵。なるほど、半蔵加え隠れ里。なるほど。修練の地。そしてに忍者モンスターが召喚特殊にされた場合に自分の墓地の忍者モンスターから忍法を回収できる。最強だ。え、強っ。なので半蔵を召喚するぜ。やばい。すると半蔵の効果に支援することでさっき教えてくれた修練の地の効果を発動する。隠密かな。隠密忍法帳。隠密忍法帳いいだろう。半蔵の効果で忍法をセットすることができる。打たせてもらえるのか分かんないね。まあ、でもゴールドコンバージョン打ってもいいかな。いやー忍法を手札に加えておく。なるほど。さあ一応しデッキで全員死ぬラインではあるデッキのでもコストがない。確かに。まあだからゴールド忍者とかデッキから出しちゃ出すもんな。なあれですよね。バトルね。まあまあまあ、とにかくバトルで半蔵で攻撃しましょう。これは聖なるバラルミラーフォースを警戒してますね彼。なるほど、確かに。これは聖なるバリアミラーフォース完全に警戒しますね彼は。リュウさんのねこの聖なるバリアミラーフォース戦法強いな。実際これさミラーフォース絶対セットしてないみたいな状態でもドヤ顔でセットしてくるからさそれはねもう画面越しでも顔がもう浮かぶもんな。よし、じゃあまずは闇レイズ欲を発動するぜ。あーやめろ。あなるほどやめなさい。でこれによって半蔵をリリースすることによって魔法カードを見せると無効にできるぞ。まあまあまあ、さっきね加えてましたからね。見せびらかしましょう。これだよ。えでも一気に除去られたんだけども。まあでもあやめどうやって処理するんだ。そうだね。でトークンを出してみて。あありがとう。ドロー。リュウさんどうすんだでも。そして。最強モンスター悪魔女オリリスを召喚。やめんかやばいいよ。やめなさい。えどうしようこれやばい。効果発動。俺を狙っていたのか。まあ一旦ちょっと君はどいてもらって。あやめさーん。そして最強カード、最強カード、最強カードしか入ってない。最強カード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 を設定。わー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 だろ。嘘だろ。あしかも相手にシャドウトークあるし。最強カードで嘘だろ。おいやばい。セットさせてもらうぜ。これでターンを終了するぜ。うわえこれ早速打っていくかいのやつになるか。ここで死のデッキ破壊ウルスを発動。うわなんとかで打っていいカードじゃない。うわさあ自分のフィールドの上のトークンをリリースすることによりフィールド上の全て。よし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 めっちゃいった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 死者蘇生と隠密忍法帳。どうしようかね。こちらの死のデッキ破壊ウイルスでなんかめっちゃアド稼がれて負ける試合も結構ありました。ランクあるある。それはありがちありがちありがちよ。それマジで死のデッキ破壊ウイルスある。行くか。うん、宣戦布告。何？
忍者マスターハンゾー。なるほど。これはね、特殊召喚だと忍者モンスター加える。ああ、そうか、忍者モンスターっていうの加えるんだろう。ドローチェックはもうねえのか。いや、あ、ないんか。新しいシデッキはドローチェックはもうなくなってるよね。そうですね、なくなってて、なんかサーチしたカードとかはなんか破壊できない。怖っ。会長変化しとこう。殴ってから超変化するのが一番いい方法なんですが、まずはちょっとリリース使わせてみよう。こうしたらどうなんだっけな。何あ、こうしてみたい。はい。で、チェーンしてこいつも変身しとけんか。うわ、強い。すげえ、全てを解決した。複雑な動き。え、セットカードマジであれ何なんだろう。ドキュン舞台。ドキュン舞台入れてる人なかなかいないっすよ。ねえ、クールなカード入れてるね。どうしよっかな。もう一回打ちてえな。またしできするよ。もう一回打ちてえな。ちょっともう一回打ちたいぞ。ドキュン舞台か。はいはい、どうしよう。セットカードをセットされていく。シャドウディストピアマジでどうにかしないとやばいぞ。何もせずにエンドしかないかも。なるほど。まあ一応トークンはいっぱい出てきますから。ああそっか、そうなんですよ。あ、リリースしてるんで、相手の手札のモンスターをすべて見て、うわーやめろー、それ選ばれてたか。なりきん打点低いな。よーしよーし、あいつ打点低いな。まあとりあえず最強モンスター出しますよね。うわーやばい。で、あ、これ自分か。そっか、自分でしょ。あ、ミスった。まあ、いいや。こうして。あ、でもちゃんと。やめろ。一生度級打とうとしてる。こうして。ただ、マデッキの場合はコストがないんじゃないか。まあでも相手に高いの出たら。そう、あれ、そうなんだ。トークンが出てきて、トークンが出てきて。はい。きた。ゴーカード。ティグだからトラップカード。なりきんじゃ。帽子を送ると、デッキからレベル4の信者となってモンスターを守備表示で得意します。強い。一応持っておく。持っておく。半蔵は持っていく、強い。そう、なぜなら、先戦復帰の効果を発動したいからだ。なるほど。隠密忍法帳の効果、手だから忍法帳の帽子を送ると、はい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 。隠密忍法帳、そう。なるほど。隠密忍法帳の効果を発動したいから、半蔵はコストにしていく。なるほど。なるほど。このカード全部、あ、超変形、なるほど。何もできないやつ。まあ俺もエンドする。あ、何も処理してないか。これリリースしてないから遠くは出ない。なるほど。いや、早くシャドウディストピア破壊したい。何もリリースしてなくても効果は発動するんだ、シャドウディストピア。まず、ドッキリ部隊は発動するわ。やめろまず、リリースして。とか、コストにしてしまえばいい、はい。コストにしてしまえば、まあ変身はできないっていう話ですね。真ん中、まあ、ちょっと一回超変化かな。お、あ、間違えた。いい入力ミス。いい入力ミス。ああ、真ん中にカーソル合ってたのになぜか宣戦復帰の説明が出てたから、え、これじゃんってなって、ああって言ってしまったんだよな。発動タイミング逃す。しかもタイミングを逃す。ジルドラスだ。ジルドラス。賢い。なるほど。なるほど。で、ジルドラスが出てきて、もう一回セットしますか、できる何かを。はい。間違えて打っちゃった宣戦復帰をセットしようかな。意味がない。よし。もっと得したな、逆に。確かに。まあ、しかも、変わりことも使えない。一旦こうか。マスカレ出してみましょう。おお。100しかないもんな、打点。これで、シャドウディストピア効果でトークンが出てきて。やばい。まあ、一体か。いや、しかし勝てるのか、ユーさんのこのデッキは。いや、わからん。わからん。じゃあもうとりあえずサイバードラゴン召喚するわ。うおー、すげえの来た。やばい。ワンス召喚。サイドラやばいぞ。サイドラやばい。待ってくれ。いや、この臨機召喚。これやばいんじゃねえか。これはやばいんじゃねえか。これさすがに、これ打たざるを得ない。うわー、強い。これは打たざるを得ない。で、シャドウトークンリリースして、うん、じゃあまあ上限をリリースすることで耐えるか。で、相手のカードは死者蘇生とゴールド忍者とゴールドコンバージョン。いや、ゴールドコンバージョン強いな。バトル、まあ行くしかないか。一体誰を出すんだ、はい、マスカレーナ効果でトークンとはマスカレーナをリンクスワインして、まさかトロイメリコも出していく。いやー、やばい。無難だ。
急に無難なモンスター来た。ディアボロス捨てて。あ、強っ。あ、ディアボロスいた。やばいよ。これ何戻せばいいのこれ。え、むずすぎこれ。やめろ。修練戻すしかねえか。やめろ。いやもうむこれこのメイプル入れようかな。これバリむずいなこのゲーム。そうリュウさん今忍法戻したんすよね。はい。あーあーあーあああここでリュウさんが表に表状態だった忍法をね戻してくれた戻してくれてセットになったんで心置きなくゴールドコンバージョン受けるわけ。いやーこれはこれはやってしまった。めっちゃドローされた。よーし先生フックちゃんパッて。いやーいや蘇生めっちゃしてくる。サイドラ蘇生しとこうかな。わあやったいー。サイドラ蘇生しちゃおうかな。クソっつー。撃つしかねえ。破壊力発動。イエーイ。いやしかし死者蘇生残ってんじゃなかったっけ。一生一生一生撃てなかったんですよこれ。忍者の破壊対策ってリュウさんのディアボロス撮影できないようにしとこう。ずるいだろそれ。ただね、ディストピアがあるからリュウさん見るならばリュウさん、いや俺のディアボロスでダイレクトアタックだ。いけ。うわはい、サンダーさんたちの対戦はね、サンダーさんの方のチャンネルでもたくさん上がってますんで、はい、よかったらね、そっちの方を、ぜひ見ていただいて私のチャンネルの動画も見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ご覧ください。はい。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイ。